はい、カームです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、仕事終わりました。はい、すっかり外は暗くなってます。時間はまあ5時半ぐらいなんですけど、こんなに暗いんですよ。嫌ですよね。はい、ということで今日は、これから家事を手抜きして何か食べに行きたいと思います。それじゃあスタート。はい、いらっしゃい。はい、すいません。ねえ、何それ。全然しようと思います。よれよれでゴー。どこ行くのって。さあ、それじゃあ行きましょう。なんか美味しいもんでも食べましょう。どこ行くの。わかんないけど、ゴー。おうおう、混んでそう。びっくりドンキーに一応来てみたんですけど、混んでそうです。どうすかね。さあ、どれにしますかね。でも大丈夫なのでは。あとはもうお任せします。え、お肉のやつ。ねえ、ロボットだ、ロボットだよ。カレーはやめようかな。カレーじゃないのにしようかな。あ、これ？いや、普通にあれ、なんかあれ乗っかってるやつ、ご飯と一緒のやつ。それ、ハンバーグディッシュって言うの。ニュー。オムデミチーズバーグディッシュってあるね。ゲームなの。いや、ご飯はオンボイじゃなくていいです。いや、いいよ。フライドポテト S サイズ。お芋食べましょう。すごい。ちょっとお揃いでしたら、はい、何かご要望とかに。ソースちょっと回ってもいいですか。1個でいいです。はい。はい、ありがとうございます。すごい巨大な。いる？いや、いらない。巨大なのが来ました。バリバーバーグディッシュ。
400g。 ちょっとこれ動画ではわかんないよ、わかんないけど、私はなんだろう、これ新メニューみたいなです。はい、いただきます。卵とチーズ好きだから、これいつものカレーじゃなくなったっていうパターンなんだけど。どっちが好き？ご飯大盛り、それとも 400g のハンバーグ？ご飯。ご飯？さすがに？目が点になってそんなに？スワップなんですね。ちゃんと食べたし、食べてる。野菜残ってるけど、野菜は俺なんか何ですか。自分で頼んだんだから自分で責任持ってくれ。本当だよ、自分で食べた、次に持って食べなさい。野菜は無理だ、マヨネーズが好きじゃない。お父様できた、お父様です。お父様できた。はい、ということで今日はご飯を食べただけの動画です。はい、何の参考にもなりませんけど、こんな感じで普通に生活してますので、はい、よかったらまた見てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。